2.8cm SPZB-41 は第二次世界大戦でドイツ国防軍が使用した渋滞戦車銃である。1941年に採用された3種類のゲルリッヒ砲の中では最も小さく、また最も多く、長く使用された火砲である。テーパーのかかった方針は褒美で、合計 28mm、方向部で 20mm に変化する。 タングステン合金に、蛍合金のカラーを付けた、専用弾 2.8CMPZGR41 は、方向に近づくと蛍合金が圧縮され1 4 0に、メートル毎秒の初速で出される。これは、硬質の砲弾と高初速により、左軽視を無効にして機戦車の装甲に食い込んでいく、強力なものであった。実戦では、 イズマイナス -1 重戦車の車体下部前面の中造性 100mm60 度の走行を至近距離から打ち抜いたことが記録されている。また、圧延防弾口に対する貫鉄力については、距離 100m で 69mm60 度200で、mm、200m で 65mm60、mm、度で、mm、300m で 60mm60 度、400m で 56mm、 60度、500メートルで40ミリメートル、60度、1000メートルで19ミリメートル、60度と距離が増えるに従い急激に間徹力が下がる。これは弾丸自体が小型軽量であるため近距離でないと威力を発揮できないためだ。名称は対戦車銃であるが対戦車砲のように二重の装甲棒順とゴムタイヤを 持つ形状で戦闘時に車輪を外し低い姿勢での発砲も可能であった。また小型タイヤと鉄パイプ製の軽量砲は41を用いた2.8センチメートル SPZ ビールフロリダマイナス41もあり、これは SDKFZ250 や SDKFZ221 にも搭載され高火力兵だけでなく一般浮標にも使われている。 ゲルリッヒ法の宿命で、砲身寿命は400から500発と短い。専用鉄鋼弾は貴重なタングステンカーバイトを消費するため、1941年に集中的に作られた後に生産縮小されたが、低圧で打ち出す。専用の榴弾も相当数が作られ、抽選まで使用されている。ありがとうございます。